Hello everyone, welcome to our show Creative World. I'm your host Shin Matsuba. We'll be introducing some amazing talented people, chatting with them in a one-on-one interview, hearing their stories, picking their brains, looking through the kaleidoscope of Creative World. Today's Creative World is food industry. Hello everyone. We're here at Shinsengumi, a very popular Japanese restaurant that has many branches in the US and Japan. Today we're going to have a one-on-one interview with its owner. Let's go. Today's guest is the president of the Shinsengumi Group, which owns many restaurants that serve Japanese food in the United States. Shinsengumi, which started as a yakitori restaurant in 1992, has grown into a company with many branches in Japan and the United States. It's also famous for its polite staff providing Japanese food culture loved by many people here in LA. And the president is also the champion of All-American Karate Tournament. Please welcome, Mitsuyasu Shigeta. Shigeta-san, 今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではどうぞ。はい。Shigeta-san, 今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、はい、渡米のきっかけは何だったんでしょうか。私は高校大学はですね、はい、土木工学科、家が実家が土建業者やってるもんですから、なるほど、7年間ほど勉強しててですね、まあ、この道だけに行くのはっていうのが自分の引っかかりがあったもんですから、まあ、それと、まあ、なんか勝手に日本におったら何でもできちゃうんじゃないかって、まあ、勘違い野郎 でアメリカの地で何もコネがなくて何もなくてですね、アメリカの地でどんだけ通用するのかなというのと、まあ、英語が必要だろうということも、うん、まあ、勝手に思ってですね、アメリカに行こうって思ったのがきっかけですね、はい、まあ、チャレンジです、はい、それはなぜアメリカだったんでしょうか、他の国ではなく、はい、アメリカがやっぱり私の知ってる知識の中ではやっぱ世界で一番だという経済大国でもありながらですね、うん、そういうところで、まあ、かっこよさとかですね、そういう映画の世界とかそういうものに憧れたっていうのがきっかけですね、はい、なるほどね。そして海外でアメリカでお店を経営される上で経験されたなんか、なんていうんですか、苦労や難しさっていうものは何でしょうか。そうですね、もちろん、勝手側は、まあ、全く違いますからですね、うん、アメリカの地でやろうとするとやっぱり、僕はまあ日本で商売してたわけじゃないんですよ、うんうん、アメリカの地で自分を売り込もうとか、うん、日銭が欲しいと思うようなその野心の塊でね、なるほど、では何がいいかなと思った時に、まあ、カウンター商売のレストラン業が一番早いんじゃないかなと、なるほど、思ったんですけども、なかなかアメリカ日本と違ってパーキングの駐車場のですね、リクワイメント規定とか、うん、いろんなその日本と違うその規定が大いにあるもんですから、そうですね、なかなか思うとおりにスムーズにいかなかったっていうのがありますね、はい、なるほどなるほど、なるほど、はい、ちなみに先ほどちらっと伺ったんですけど、新選組のロゴの誠という字の赤い点にすごい深い意味があると聞いたんですが、はい、よく聞いてくださってありがとうございます、はい、私出身がですね、奄美の徳之島っていうところなんですけども、はいはいはい、徳之島の地図をそのまま使わせていただいてるっていうのがあります。なるほど、赤い点がそのまま地図なわけですね。そうですね、なぜかというと世界地図に載ってないぐらい小さな島なんですね。うん、それを私の後輩がですね、兄さん、この徳之島を背負って世界に飛び立ってくれという思いを込めて作ってくれたのが、きっかけです。素晴らしいですね、はい、愛が、地元愛がこもっているわけです。そうですね、なるほど、一応観光大使もさせていただいてもらいます。観光大使も、はい、なるほどなるほど、素晴らしい、はい、アピールいっぱいしたいと思います、ね、ぜひぜひ、はい、そして新選組のスタッフからスタッフからの挨拶がですとても気持ちいいという評判でも知られているんですけども、はい、社員の方々への教育っていうのは どのようにされているんでしょうか。今現在は私は現場にずっといるわけじゃないんですけども、うんうん、私が当初初めて、まあ、1992年だから約29年前に、はい、店をオープンさせていただいたんですけども、はい、まあ、自分は空手をやってるんですね、うんうん、で武道を通じた中でやっぱ日本の食文化、これをやっぱりやるからには自分の中で徹底したいなということで、挨拶というものは、はい、やっぱ人として、まあ、どこの人種とかではなく人として当たり前の
ことであるなと、うん、だから当たり前のことを当たり前にする、うん、当たり前のことをより当たり前にするという、うん、そのレベルの中で毎日の、はいはい、なんていうんですか、繰り返しだと思います、うんはい、なるほどなるほど。現在ですね、多くの企業がマニュアル化が進んでいる中でですね、はい、新選組では人材の教育や人柄の育成に重きを置かれているわけですけども、はいはい、それはなぜなんでしょうか。もう、まあ、こういう今の時代、うんうん、もうコンピューターいろんな時代でも、うん、制御されているところがあると思うんですけども、はいはい、私の中で、まあ、私のこだわりですけども、うんうん、人間力が一番だと思ってるんですね、うんうん、人間力の魅力を出すことが私の中でオンリーワンになれる。なるほど。このオンリーワンを特に目指しているというのが従業員教育指導にこれに尽きるなというふうに思っております、はい、個性を引き出すということですね。そうですね、はい、なるほどなるほど。先ほどちらっとおっしゃられた空手を、はい、空手を通しての経験から、はい、お店の経営に対してすごく、はい、信念を持っていらっしゃるということなんですが、はい、先ほどおっしゃられたことに加えて、はい、僕の弟も僕も昔ちょっと空手をやらせていただいたんですけども、はいはい、練習が厳しかったりとか、はい、やっぱり根性がないとできないスポーツじゃないですか、はいはいはい、そういうところから何か学んだもので今のこの新選組の経営に生きている部分はありますか。そうですね、やっぱりもうご存知のように稽古っていうのは毎日同じ作業の繰り返しですよね。そうですね、その稽古の中で培うもの、そして壁に当たった時にそこでやめるのか、うんうん、そのもう一歩行くのかっていうそこの大きな差があると思うんですね。そうですね、なかなかまあ、若い時は特に、うん、もう少しで打ち破れるんだけども、うん、そこをやめてしまう、なるほど、まあ、諦めてしまうと、はい、いうところがよくあると思うんですけど、うんうん、このぶち破る時にもう一歩だもう一歩だというこの気持ちがね、まあ、武道精神につながっているなと。これはもう仕事でも全て、まあ、人として生きているところは、うんうん、僕は全部つながるのではないかなと。人の道としてですね、根性とか執念とかそういうことですね。そうですね、諦めない、はいですね、はいはい、素晴らしい素晴らしい。なるほど。ところでこうやって話しててすごく思うんですけども、はい、その重田さんのガッツっていうのはどこから来るんでしょう。まあこれを言うとですね、先ほど徳之島、はいはい、徳之島っていうのは小さな島ですよね。はい、そうですね、やっぱお互いがその小さな島でも、はい、お互いが切磋琢磨するわけですよね。なるほどなるほど。やっぱりその勝負勝つ負けるっていうところにすごくこだわる島だと思うんです。なるほどなるほど。まあ、そこに対して、勝てば官軍ではないですけども、うんうんうん、その勝つということに執念というのは非常に自分の中ではもう負けイコール何かもう起き上がれないんじゃないかというぐらいのね、うんうん、まあ、負けを認めるか認めないかという差があると思うんですけども、はいはい、まあ、そこに先ほども言ったように負けという文字を諦めないということをなれば、うんうん、ずっといつかは勝てるかもしれない。なるほど。という、まあ、シンプルな、シンプルな、はいはい、だと思います。なるほど、はい、そして重田さんは社会貢献も積極的にやられていらっしゃると伺ったんですけども、社会貢献にかける思いは、思いをお聞かせいただけますか。そうですね、はい、私は日本から来て、まあ、こちらは外国人ですよね、うん、外国人であるということに対してここで商売をさせていただいている、ここで、生活させていただいているということに対する感謝の思い、それはやっぱりローカルの方々が中心になって我々を支えてくれてるわけですよね、うん、そうですね、まあ、その思いに応えるのが我々ができること、もちろん、利益をいただいたらですね、それを少しでも還元してその人たちの何かの役に立てれば、またそれがこう永遠にこう回ってくる、まあ、血液の循環のようにですね、うん、はい、こう健康っていうのはやっぱり循環がいいわけじゃないですか、はいはい、全てが景気もそうだと思うんですけども、うん、全てをこう循環させるということは僕は非常に大事なことではないかと。なるほど、思ってますね。よろませずに循環させると、はい、ですね、はい、なるほどなるほど。そして本当にたくさんの方から愛されていて人脈もとても多い重田さんなんですけども、その人柄はご自身が思いどこから来るんでしょうか。ルーツっていうのはなんか、なかなかそれ難しいですね。はい、また言わせてもらうんですけども、はい、徳之島の南方系のですね、はい、明るくて元気でそしてなんていうんですか、お互いをできることを助け合う。なるほど。助け合わなかったらなかなか島というものは、生きていくことも難しいと思うんですよ。うん、確かに、まあ、そういうことが自然とお互い様、うん、何か困ったことがあったら、何かできることをしようねとかね、うんうん、そういうことをずっと、まあ、当たり前のように、身についているところもあるかもしれませんし、まあ、それだけでも限らずやっぱり自分もいろいろとお世話になったらもちろん恩返しをしたい、まあ、その繰り返しだと思いますね。なるほど。それとやっぱり、信頼関係、うん、やっぱりその約束したこととかそういったそのお互いのちょっとしたことでも
大事に守ることによって、またその人から違う人をまた紹介、自然と紹介していく。なるほど。なんかそれがやっぱり人間としての、一つの目指すことではないかと思うし、魅力ではないかと思いますね。なるほど、はい、それをしっかり守られている重田さん、だからこそこういう信頼できるグループというかの中に入れるわけですね。当たり前のことは当たり前にしていると思うんですけども、もちろんまだまだできてないことも認識してますし、今後もまだもっともっとですね、そういうことを追求してですね、日本人として、人間として、よかったなとお互いが思えてですね、みんながそのつながっていければなと、そういうふうに思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。そして海外でこれからいろいろ頑張っていこうとする人もいると思うんですが、海外で成功する秘訣というのはズバリ何だと思われますか？成功っていう、僕の中で成功っていうふうにまだ思ってはないんですけども、もしそれで言わせてもらえるとすればですね、思ったことは行動に取るということが大事だと思います。なるほど。だから考えて動くという動きよりもですね、動きながら考えるぐらいのペースではいいのではないかなと。即行動と。そうですね。行動することで、アンテナも広がりますし、はい、そこにやっぱり、人の人脈もできますしですね、見えなかったものも見えてくるし。そうですね。なるほどな。そういったことがやっぱ大事ではないかなと。みんな躊躇すると思うんです。怖いですよね。そうですよね。怖いからこそ動いた方が、そうですね、僕は逆にその恐怖が取り除かれていくんじゃないかなと。なるほど。なんとかなりますよ。なんとかなりますね、はい、はい、ありがとうございます。そして視聴者にぜひ食べてほしい新選組の重田さんの一押しの新選組メニューを教えてください。私は29年前、焼き鳥をやらさせてもらったんですけども、福岡でですね、はい、大学をお世話になりました、はい、その時にアルバイト入った時に、焼き鳥屋っていうところに入りました、はい、そこで焼き鳥の種類が何十種類ってあって、まずびっくりしました。で食べて感動した、うん、でそこで、トイレに行った時にアルバイト募集って書いてあったんですなるほど、ね、ぜひ店長にアルバイト募集してますよね、僕使ってくれませんかというお願いから入ったんですけども、その時の感動をアメリカで伝えたいなと、復元したいなということで、29年前に、焼き鳥新選組を起こしました。なるほど。ですから僕の中ではまず元祖である焼き鳥、焼き鳥、はい、そして、ラーメン、ラーメン、博多ラーメン、ね、博多ラーメンですね、はい、で鍋、はい、で私の中では好きなものを好きな味で好きなサービス、シンプルに、シンプルに自分のフィルターを通したことを追求してお客さんに、はい、紹介しているっていうのが私の流れですね。もうシンプルイズベストと。おっす。なるほど、はい、なるほど、素晴らしいです。そして次の質問なんですけども、はい、これから夢を求めて海外を渡ろうと意気込んでいる若者たちへ、はい、ぜひアドバイスを一言お願いします。そうですね、はい、なかなか自分の思っている通りにはいきません。もう行かないのがほとんどです、うん、それが当たり前と思うぐらいの気持ちを持って、うんうん、うまくいったらラッキーだなと思うぐらいの気持ちを持ってですね、とにかく思ったことを行動に取るということと、そして壁に当たっても諦めないで、リズミカルに継続することが大事ではないかなというふうに思ってますね。そして、壁に当たった時にですね、これをもし諦めたら誰が悲しむんだろうと、うん、でこれをもし乗り越えた時に誰が喜んでくれるかなということを身近な人をイメージするとですね、はい、なかなか諦められないと思います。られないですね。そして成功したいなっていう気持ちが、執念が湧くと思うんで、はい、うん、執念はできないことはですね、私の好きな言葉でですね、できないことは知識や能力の不足じゃないと、できないことは執念の欠如であるという言葉があるんですけど、なるほどなるほど、その執念がどこにあるかっていう気持ちを深く持っていればですね、うん、必ず 1% の可能性が 10%、うん、15%、 50% って広がっていきますので、はいはいはい、そこに行くまでが大事です。なるほど。でなかなか途中で諦める人が多いんで、非常に僕は残念に思いますけども、私自身も含めて経験のもとでですね、今後も、そういった話が少しでも伝えられるように、うん、直接でもそうですし、こういう機会を設けててもそうですけども、うんうん、すごくありがたい機会をいただきました。ですから少しでも多くに伝えていきたいなという気持ちはありますね、はい、なるほど、ありがとうございます。すごく勇気づけられるメッセージだと思います。 Wait, there's part 2. Also, don't forget to subscribe to our channel.